日本を二大政党にして、この保守政党同士の改革合戦にこの日本を持っていく。ご挨拶を申し上げます。馬場代表、よろしくお願いいたします。自民党に代わる、もしくは自民党に活を入れる、緊張感を与える、こういう政権政党を目指して一歩ずつ歩みを進めていく、それを加速化させていく時期がやってきているというふうに思います。衆議院選挙はいつあるかは分かりません。今の風向きでは4月とも言われていますし、6月また秋口であろうということも言われています。一番濃厚なのはやっぱり6月ではないかなというふうに思います。日本を二大政党にして、この保守政党同士の改革合戦にこの日本を持っていく、これが我々のこの中期経営計画のゴールとも言える地点でありますので、ぜひ一致団結してですね、この総選挙戦い抜きたいというふうに思います。となって合わせることができれば、執念を持って、そして信念を持って頑張ろう。